い、エキサンピュータリー平均で顔してみます。その人調べて、その人に全く知らず流すのか。津波もなくて、あのここまで来たからね、みんなで一緒に行けるスタートのリーハイティングやっていきましょう。よし、あのまっから集中して OK、 絶対返しましょう。よし、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 攻めを持ってきたりとかっていう時間帯も当然出てくると思うので、まあ、そういったところ今までやってきたことがずっとね強いことが積み重ねているものを最終的に本当に表現する場になると思うので、だからしっかりね、そこはもう中でもしっかり声をかけながらやりましょう。よし、じゃあすごい範囲10分しかないって、あの優勝して次帰りましょう。じゃあ行こうぜ。今日しっかり渡るか、100全力出して悔いないように楽しんで絶対勝ちましょう。よし、いくぞ。56回関東社会人サッカー大会決勝戦、ヘアブサイレブン対堺トリニタス、審判並びに両チームの入場です。で、エッジ、行こう。ないから、ないから。来たね。非常にボールを動かせてるし、非常にいいリズムで戦えてるんで、あとはもう最後仕留めるところだね。まあ非常にみんなこうボール持って楽しんでやってるところあると思うんで、そこね、最後やっぱり勝ち切らないと、やっぱりいいサッカーして負けたら意味ないからね。でもそこはしっかり仕留めて、まあ2点3点しっかり取ってね、ゲームを決めましょう。 OK、 よし、はい、OK。Thank you.
大丈夫。ナイスミキさん、はい、ナイスナイスミキさん、脱ぐなって、やっしゃー、はい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 、パモー16回関東社会人サッカー大会優勝はやぶさ11、当初の成績を収めたのでその栄誉を称え、これを表彰する。2022年12月18日一般社団法人関東サッカー協会会長吉典。ありがとうございました。本日も応援ありがとうございました。無事関東昇格優勝することができました。で、1年間皆様の応援があっての、この結果だと思いますし、本当に感謝してます。で、来季はもっと、関東2部というカテゴリーの中で、厳しい試合が続くと思いますが、しっかりと1年でまた1個目のカテゴリーに上がれるように、全員で日々練習から努力して下向きにやっていきたいと思います。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。本当に1年間難しかったですけど、すごい楽しかったです。応援してくれてる人たちとかもたくさんいたと思うんで、感謝を忘れずに、でまた来年からそれぞれ頑張っていきましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。OK、それではいきますよ。昇格優勝パワー。 OK です。